保存されている C60 系蒸気機関車西公園は仙台市青葉区桜ヶ丘公園に所在する都市公園。仙台市都心部の西部広瀬川の左岸沿いにあり仙台市内で最も古い都市公園である。東公園の所在地は桜ヶ丘公園であることから正式名称は桜ヶ丘公園であると誤解されがちであるが現在の正式名称は西公園である。 広瀬川を挟んで向かい合う青葉山公園や、東園に隣接する定前寺通りと一体となり、森野と仙台を象徴する地区を形成している。また、江東大公園に次いで様々なイベントが開かれる集客装置でもある。園内には約190本の桜が植えられており、市内では花見の名所として町名で、例年4月中旬頃には花見客で賑わう。 また、C60 形状機機関車唯一の保存機がある。西側を広瀬川、北側を仙台市民会館、東側を西公園通り、南側を仙台城大手門前から大橋を渡って続く大橋2で囲まれる。公園の中央を東西に縦町新邸が貫き、北東端に定前寺通り、南東端に大町及び青葉2が接続する。園内は、 西南部が広瀬川の水面に近い下岸団球の仙台下町団球面上の部分であり、他の大半が都心部と同じ団球面で下町団球より標高が高い仙台中町団球面上の部分となっている。この二つの団球面と両者の間の段球崖が地形的構成となる。中町段球面部分は縦町神経によって南北にに分割されているため、 園内は大きく3つの部分に分かれる。広瀬川を挟んだ対岸には、広瀬川中の河の勢力地、青葉山公園、仙台城、仙台市博物館、仙台国際センター、宮城県美術館、宮城県仙台第二高等学校、東北大学川内キャンパスなどがあり、文京、公園地区の一部を構成する。16世紀までは原野であったため、近隣の村の草刈りなどを除き、 人の居住、工作などの活動はなかったと考えられる。江戸時代、仙台中町団級部分は仙台繁華神の武家屋敷が並んでいた。元柳町に面したところは小さな区画で中級家神が住み、その後ろに広い敷地の上級家神の屋敷があるのが通例だったが時期により区割りに変動がある。城下絵図などから推定すると、 青葉2の延長となる道路に面する南西角には、漢文4年に白石の片暮らしの屋敷があり、遠方5年に移転した。元禄4、5年頃に津波陰部、宝暦明和年間から安政3から6年頃には岩沼の古内市が住んでいた。その北、今グラウンドがある広瀬2に面するところには、伊達安房の屋敷があった。下町段丘部分は、 上中の町という町名で、小人の居住地であった。戊辰戦争敗北により、仙台藩華神は没落し、屋敷跡は、広瀬川を見下ろす、名称地として、桜岡大宮宮、両邸、芝居小屋などが設置されてゆく。その流れの中、1873年1月15日の公園開設に関する大乗館2つにより、 宮城県も屋敷跡を取得して1875年6月に桜ヶ丘公園を開園した。後に市の東に龍岡公園が作られた時、これを東公園として桜ヶ丘公園は西公園とされた。これら二つの公園は各々二つの名称を保持していたが、一方は龍岡公園、同方は西公園の名が定着した。 当園は開園から戦中まで4度も博覧会の会場となるなど、市を代表する公園の一つとなっていった。戦中には園内に防空壕がいくつも作られ、仙台空襲では周辺も含めて建物が消失した。戦後復興期に園の北側に隣接してあった仙台開校舎や時は木学園高等女学校、さらには上中の町の住民も移転させて、 道園を拡張した。仙台市は、拡張部分を別の緑地帯として計画したが、河北新報でその名前を公募、投票にかけたところ、西公園内に鎮座する桜岡大宮宮は、政教分離によって、名義上公園から外れ、言語茶屋も園外となった。仙台西道路の建設の際、道園の一部が道路用地に転用された。 2015年の仙台市地下鉄東西線開業の際には大町西公園駅が園内から青葉通りにかけての地下に建設され、またこれに合わせて園全体の再整備も行われた。以下の年表には現在の公園の範囲内の出来事を掲載している。全市編集開園後、編集線後、編集仙台地下鉄東西線工事前の西公園南部、 右手奥に、旧仙台市天文台小消し島以下の施設は、管理上、園内ではないことになっているが、西公園のブロック内にあるため園内の施設と認識されて紹介されることも多い。2004年度実績、編集旧仙台市天文台、桜岡大見和宮祭礼も参照仙台市電があった頃は、大町西公園前と市民会館前の二つが、最寄り限定であった。 ありがとうございます。